くお願いいたします。キャンプ2日目、というところで、このキャンプ初めてのブルペン、はい、入られていると思いますが、投手としてどんなテーマで。そうですね、まあ、こっち入ってきてブルペンが、初めてだったので、あと、まあ、ロジンも日本のやつが使えるということでそれも試したかったので35球ですね、投げて、まあ、テーマというより本当に強い球を、求めて、まあ、本当試合に向けた強いボールっていうのを、はい、練習しました。その求めている強いボールという意味では今日の感触というのはどういった形でしたか。そうですね、まあ、今日両サイド、ダルビッシュさんと、今永さんに挟まれちゃったので、2人にちょっと引き出させてもらいながら、うまいこと投げれたので、それは良かったかなと思います。今お話にもあったようにダルビッシュ投手が隣でという形になりましたが、もうどうしても意識されているのか、どういうふうに感じられますか。まあ本当に憧れの存在というか、自分が夢をもらった人なので、その人の横でこう投げてるっていうことにちょっとそわそわしながら、最初投げてたんですけど、まあ、投げてくるうちにこう自分もしっかり集中できたんで、すごくこういい刺激を、もらいながら、はい、毎日過ごしていこうかなと思います。実際にブルペン、中なのか終わってからのかこう会話とかはされてるんでしょうか。ブルペン今日どうだったみたいな感じでこうお話いただいて、まあ、ある程度今日ボールもすごい扱えてましたし、自分としてもすごいしっくりしたので、まあ、今日良かったですということで、コントロールいい感じにまとまってたねっていうのは、はい、言っていただきました。オフにもこう交流があってというところですが、伊藤投手にとってのこうそのダルビッシュ投手の存在というのはやはり大きい。大きいというか、もう僕のその選手としてのすごい理想像というか、そこを目指しているっていう、まあ、そこをどんどん超えていきたいっていう思いももちろん強いですし、まあ、この期間いろんなことをこう聞いて吸収していきたいなと思います。ちょっとまたピッチングの方に戻りますが、先ほどロジンの話ありましたけど、実際その感触の部分っていうのはやはりその日本製の部分がしっくりくる感じですか。そうですね、まあ、僕もともと手汗が、ひどくて、メジャー仕様のロジン使うとすごいベタつきが気になってしまってたので、まあ、それがやっぱない分、まあ、いつも通りの感覚で、まあ、ボールのこう違いっていうのはそんな気にならずに投げれたので、まあ、その辺はもう大丈夫かなと思います。次のステップとしてはどんなイメージをされていますか。ちょっとまだこうある程度のボールは使えてるんですけど、カーブがちょっとこう、まあ、抜けてるというか、まあ、いつもと違う感じがあるので、そこはいろんな選手にこう意見聞きながら、まあ、それを消すのはちょっともったいないなと思うので、ちょっといい方にこう行くようにいろんなこう意見聞きながら試しながらで、残りの時間を過ごしていけたらなと思います。次回の実戦登板とかそういった部分はこう明確にこのタイミングとかっていうのをこうイメージはされてますか。そうですね、それも投手コーチの方から、はい、伝達されてます。ちょっと今日もこう暖かくなって、キャンプのこうイメージっていうのはまたこうより強くなってきてるかなというふうに思うんですけど、まあ、ちょっと改めてこのキャンプにおいてどんな過ごし方をしていきたいか最後お願いします。はい、まあまあ、チームをこう大事な時期に離れて、こっちの合宿に参加させて、もらっているので、まあ、そこは、まあ、両方のことを考えなければいけないと思いますし、もちろんこう世界一、目指していく中で、戦っていって、それをまたチームに戻った時に還元できるように、まあ、いろんなことを僕もここで勉強したいですし、それすごい密の濃い時間に、していけたらなと思ってます。テレビ台の以上です。ありがとうございました。TBS テレビ S1 です。 WBC で日本が世界一奪還に向けて今一番必要なことって何でしょうか。難しいですねまあでも本当にまあ、一人一人が、まあ、栗山監督もおっしゃってましたけど、本当にキャプテンだっていう気持ちを持って、自覚を持って、取り組んでいく、そういう姿勢でこう僕らがこの選手として、まあ、伝えていくべきこと、そしてまず自分たちが、そこに向かって、どういう取り組みであるのかっていうのを証明していく、そういう時間に、ここから1ヶ月、していくことでそこにより近づけるのかなと思います。伊藤選手自身がチームにどう貢献していたのか最後に教えてください。そうですね、僕自身は、まあ、臨機応変に、いろんなシチュエーションが想定されるっていうのは、コーチからも言われているので、そこに対してこう1球目から自分のボールっていうのを、投げ込めるように、そういう準備であったり、なんかその、まあ、チームが苦しい場面であったり、まあ、いろんなことをこう想定して準備しなきゃいけないので、まあ、そこでしっかりこう期待に応えれるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。